お、ほらー、こういう感じですね。こんにちは、ボナーチャンネルのマサです。やです。本日は僕らがね、結構やってる生放送あるじゃないですか。ありますね。あれに関する神アイテムをゲットしました。お、じゃあね、早速登場してもらいたいと思います。はい、はい、あ、来ないな、来ねえな。ほい、わーい、こちらカムリンク。カムリンクですね。これは何ぞやと。 USB みたいな形なの。そうだね、ウェブカメラっていう、そのパソコンとかにつけて、例えば僕たちのね映像を配信できる、うん、まあいつも生放送やってる時とかも、あれはパソコンについてるカメラでやってるんですけど、これは今撮ってるこの GH5 とか、この HDMI ケーブルなるものでつなげれるやつ、何でもカメラにできちゃうよアイテムなんですよ。それじゃあ何、超高画質で撮れるってこと？そう、それすげえな。そう、パソコンとかのカメラってしょぼいのよ結局。うん、だって画質、だから生放送画質悪いイメージあるし。そうそう。こちらですね、ここにあの書いてあるんですけど、 Windows、Mac 両方対応ですね。こういうのって Windows にばっか対応してる。そうなんだよ、ほんとその通り。 Windows ばっかに対応してるのが多いんだけど、これ Mac でもいいけど、YouTuber は Mac 多いしね。そうだね。で、ここにはあの最低スペックがね、今見えづらいんでポンって出しておきますけど、書いてありますね。こういうのって結構パソコンの性能で、あの音ずれしたりあるんで、結構この最低のこの書いてあるやつは守った方がいいですね。解像度も書いてあるんですけど、あの 1080p60fps、 フル HD、 フル HD 画質 60fps、 ぬる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 ですね、はい、すごい綺麗でぬるぬるで覚えてください。簡単ですね。開けるとですね、パカッと、はい、全然何も入ってない。ほら、ほんとだ、本体こいつだけです。ちっちゃい。そう、そこがポイント。おお、そういうのってマジでかいのよ。別製品でよくあるのってこんぐらいあるのよ、サイズが。え、なんで、何に使うの逆に。っていうのを全部省いたのがこれ。もう最低限しか入ってない。これはじゃあ超極小なんだ。そう、マジでちっちゃい。だってこんなのもうポケットに入るやん、こんなの、うん、だから本当に出先で生放送するときとかで、ああなるほどね、もうマジでこれがいいと思う。これはあと延長ケーブル、だから本当にこれだけでいける、うん、そういうことね。 それがもうこのサイズ感がすごいことなんだ。そう、マジですごい。こっちは見て、ここはね HDMI ケーブル、こっちはパソコンに挿す USB ね、うん、もうあとはここに HDMI ケーブルでつなげれるやつだったら何でも挿して、もう挿すだけ、機材いらない、これだけ。これマジだって出た時神だと思ったもん。あ、マジか。だからパッと見で凄さが伝わってるんだ。俺はすごいと思った。だから知らない人のために、だから今からもうつけます、これを実際に。なるほど。カメラでつけてその凄さを体感してほしい。確かに画質がいいカメラで生放送できる感動を味わってほしい。確かに、それすげえな。なんで今から実際につけていきたいと思います。じゃあね、早速こいつをね使っていきたいと思います。いつもつけてるマスの Mac ね、 MacBook Pro、 これね Mac 対応だから。ただ問題が一つあります。新型の MacBook Pro 見てください。見えますか。あー、そう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 、こちらね USB がタイプ C となっております。そうそうそう、だから刺さんないんですよこれ。もう USB を刺して C に変換するやつ。そう、これを使って、これを使って使っていきます。こうすれば使えるから。そう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 、まあ、僕らのね初代ビデオカメラです。お世話になったよ。お世話になったビデオカメラさんがいるので、パソコンに刺す側がこの HDMI ケーブルのこの形になってれば何でもいける。こうもうこうグサッと、ほら見て、これでもういけるんですよ。はい、刺しました。こういう感じです。見える。じゃあとりあえずこれ何でもカメラもうこれでいける状態なんだけど、じゃあまずクイックタイムプレイヤーいきましょう。そうだね、これが一番入ってるやつ、ね、使うかもしれないしな。お、ほらー、こういう感じですね。だからここでフェイスタイム ID とカムリンク、そう、いや、多分こっち映ってますよね、これ。これ今ここにビデオカメラ置いてるんですよ、こういう風に。ほら、この画面がこっち映ってるんですよ。え、ってかな、やっぱ、え、画質全然違うんだけど。画質全然違うね。一応フェイスタイムやってみるよ、うん、全然違う、全然違う、めっちゃ画質いい。はぁ、すごっ。じゃあ次、いつも僕たちが使ってる OBS っていう、あの、これどっち向けばいいんだろう。こっちか、ソフトがあるんで、それでやってみます。はい、 OB ちゃんを開けばいい。はいね、おー、これいつも僕たちが使ってる生放送用のソフトなんですけど、これでも
いけますと。うーん、だからこれもうソフトが何でもいいのよ。ソフト選ばない、本当に機材があれだけあればカメラの代わりになると。すげえ。皆さんこのね、カメラでもいけるということは分かりました。はい、はい、次はこちらです。iPhone、 iPhone、ね、こっちの方が使ってる人多いからかもしんないね。今回は全然純正じゃないんだけど iPhone をね、こう HDMI ケーブルに変えれるケーブルを僕持ってるので、これを使っていきたいと思います。もうこっちがこう繋げると HDMI ケーブルになる。なるほど。またさっきみたいにこれね、僕の画面でサムリンクを押すとそれになるってこと。そう。おー、れーすげえすげえ。これ見ててね、うん、はいはいはい、若干遅延はあるよね。うん、これもしょうがないかな。こういうライブ機材では、まあそうだよね、遅延は絶対出るから、うん、カメラじゃなくて本当に HDMI ケーブルでつなげれるやつだったら、うん、画面上で映像化できると。なるほど、いいね。だから携帯のアプリ配信とかできるってことだよ。そうだよそうだよ、本当にこれだけでゲーム配信とかもやってる人もいる。なるほど。で、はい、これね、何がいいって、まあ、やって分かったと思うけど SD カードとかさ、普通さ動画撮ったらやるじゃん、うん、そういうのも全然いらないっていうね。この機材だけでできちゃう。そういうことね。いや結構時間かかるんだよ。いやマジで移行するのがめんどくさいし、ね、てかいつも撮影終わってから1時間ぐらい移行タイム。いやほんとそうだ、ほんとそう、ほんとそう。それめちゃくちゃいいなっていうね。今回このカムリンクの紹介だったんですけども、この機材は1個しかないわけよ。さい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 。これはじゃあね、誰が持つのかと、どっちが持つのかと、そういうことですよ。これは僕が持ちます。ずる。はい、ということでね、今回はカムリンクの紹介でした。素人の俺でも凄さが分かったでしょ。綺麗さが全然違う、ね、今後はこいつをね使って生放送とかも多分やっていくので、ちょっと綺麗な画質になるかもしれません。なるほどね。概要欄にね、このカムリンクのリンクを載せておくので、ぜひねご覧になってみてください。カムリンクのリンクですよ。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。